こんばんは。こんばんは。あ、お水です。お水です。お水を飲んでます。昨日お話し会が終わった後配信したかったけど、日帰りだったんですよ、大阪。だから帰ったら、家に帰ったの12時過ぎてたかな。うん。だから配信ができなくて、朝やってたらよかったなって思ったけど、ちょっと帰りが遅かったのでちょっともうできなかった。なんか一言お礼言えたらよかったんだけど。あ、タワーありがとう、ありがとう、ありがとう。ケイチさん、ケイチさん、めっちゃ久しぶりに今日会いましたね。公園来てくれてありがとうございました。そうなんですよ、ちょっとみんながせっかく大阪まで来てくれて、私に会いに来てくれたのに、なんかね、配信を通して何か言えたらよかったんだけど、今日になっちゃった。みんなもお疲れ様です。昨日の話し会と今日の公演と、本当に本当にずっと楽しくて、なんか余韻で生きていける。なんかさ、公演がいっぱい続く時とか、なんかお話し会がめっちゃ続く時って、一個一個の気持ちをこう噛みしめながらっていうか、その整理しながら参加できないのがちょっともったいないって思う。こうやって久しぶりに公演があるとか、お話し会、みんなと久しぶりに直接話すとかっていう、その貴重さをさ、ありがたさとかをさ実感できるんで、だからもう公演が頻繁に、まあでもそこはちょっとみんなにとってはいっぱい公演してほしいかもしれないけど、私はなんかこうやって一個一個大事にしていける公演のやり方がすごい好きだなって思った。余韻で生きていけますよ。でも本当になんかエネルギーが、ユミリンさんじゃないけど、エネルギーがチャージされました。ちなみにこれお水なんですけど、なんか公演の時ってこうやってストローを刺して口紅、このねリップが落ちないようにストローを刺してて、
だからそれをこうやってペットボトルに刺したままお家で飲んでます。捨てるけどね。そう、こうやってね、飲みかけのやつとかは持って帰ります、私は。なんか飲みきらないと気が済まなくて持って帰って家で飲んでたりする。てて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 て、うん、飲み切らんとね、気が済まん。ちょっと目薬さすね。目薬さします。楽しかった、本当に楽しかった。でも疲れた。でも本音を言うと疲れた。もう今ね、 iPhone の充電で言うと今 15% アイコパーセントです。エリート90点でした。え、なんで10点、なんで10点ないの。え、両目刺したよ。今日の花だれ公園のユニットは72点でした。なんかもっとうまくできる気がするって思っている、思っている。アマテラス、アマテラス大神。ちょっと待ってもらってていい。ごめんね、素直じゃなくて胸の中なら言える、思考回路はちょっとショート寸前、今すぐ会いたいの、月の光に導かれ、何度も巡り合う、にらめく恋の行方、同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス。やばい、どんどん充電が減っちゃう。歌っちゃった、ど、どんどん充電が減っちゃうのでやめよう。充電します。ピッピーポッポピッポ。ブブ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 ブ。ここだよ、私の充電差し込み口。
疲れております。疲れております。なんかいろいろ話したいんだけど、なんか頭が回らない。どうしよう。っていうかさ、ちょっとさ、聞いてください。なんかね、めっちゃ今日じゃないんだけど、おととい、いや、おととい、おとといかな、なんかね、おきさんにね、靴下もらったの。本当にいらなくて本当にいらないの今思ったけど しかもね、これね、あの、なんかね、これプレゼント、なんか私のために、あの、私のためのプレゼントじゃなくって、なんか、なんて言ってたかな、前カバンの中に靴下が入ってて、で、あ、カバンの中かな、なんか履いて帰ったのかな、なんかそれで、なんか靴下をあ、これはなんか衣装だって思ったらしくって、で、それでなんか洗濯して、で、あの、返そうと思ったけど、その衣装の靴下じゃないって言われたらしくって、だからこれはなんか綺麗なんですよ、綺麗な靴下、一応ね綺麗な靴下なんですよ。で、なんか自分のものでもないし、衣装でもないから、衣装の靴下でもないから、なんかよくわからないって、よくわからないっていうか、なんか自分の手元になんか置いておきたくないらしくって、それをなんか、そう、誰のかわからない靴下を私に、あの、くれたんですよ。綺麗らしいんですけど、ね、なんか今考えたら私もめちゃくちゃいらなくてどうしよう。まあ、なんか、まあ、使おうかな。明日のお仕事で履いていこうかな。パセリにあげる。でも、しかもこれね、ちょっとね、私がなんかこうプレゼント、あ、これ いる靴下って言われて、私がね、その、あ、欲しいです、今別に、なんか、その、なんだろう、めっちゃ私が靴下とっても欲しいんですみたいな、欲しいですって言ったわけじゃないんです。聞いて、よく聞いて、欲しいって言ったわけじゃないよ、私は言ってない言ってないんだけど、なんか、へーって言って、こう見た時にパッて沖さんが手を離したんですよ、パッて。そしたら私の手元に渡ったんですよ。そう、へーって言って、確かにちょっと衣装っぽいって言って、私がこう掴んだ時に沖さんが手を離して、それでもうこれが私のところに受け渡されたんです。だから
そう、本当にいらない靴下が増えた。まあ使おうかな、どっかでレッスンとかで使います。え、待って待って、これさ、ちょっとさ、後輩にさ渡してさ、どこまで行くか気になるくない？ちょっと待って、いいこと考えた。ちょっと待って、私いいこと考えた。 2.5 期生ちゃんか3期生ちゃんの誰かちょっとターゲット絞って、なんかこれ靴下綺麗なんだけどいるって言って、同じ手法でちょっと誰かに渡してみようかな。え、めっちゃいいこと考えた。いいね。断れないよね。誰にしようかな。誰か断るのが苦手そうな子に渡そう。最低最低。悪小路が出てきた。えって言って、えどうしようってなるけど、あじゃあって言って、ちょっと考えとこ、これ誰かに渡そう。ジャボテンさん、ハートありがとう。つるこパーさん、つるこばあさんタコありがとう。ひげめがねさん、タコありがとう。カタカナのタカさん、ハートありがとう。ひげめがねさん、キヨさん、ありがつ。どこまで行くか知りたいな。いやでも多分その後輩ちゃんに渡すとするじゃん。そしたら多分その子は、まあ、捨てるか使うかのどっちかだと思うの。でもね、全然話す機会なくてびっくりするぐらいね、話す機会がない。あ、昨日お話し会で3期生ちゃんと会ったね。なんか誰か、あ、なんかね、隣にね、ヘアメイクの時にひーちゃんがいた気がする。浜田響ちゃん、ちょっとその子には渡そうかな。その子ってちょっとひーちゃんに渡そう。そうしよう、そうしよう。録音。
え、浜田響ちゃんってさ、ひーちゃん？ニックネームひーちゃん。みんなのニックネームを覚えたい。合ってる。ハマちゃん私ハマちゃんって呼ぼう。パワーのお礼をしたいと思います。じゃじゃーん、ケイチさん、パワーありがとう。久しぶりに会えて嬉しかったよもう私に会えた嬉しさで本当にもう泣き崩れてましたね私に会えた嬉しさで今日泣き崩れてた。ずっともうね叫んでました。アイコジーン、アイコジーンって泣き崩れてたね、ケイチさん。ありがとね、久しぶりに会えて嬉しかったです。もうね、アイコジっていうね、鉢巻きを巻いて、はい、もうね、大声で泣き叫んでました大声で泣き叫んでたもんね。すごい、もうすごかった嘘ですよ、嘘です、ごめんなさいね。久しぶりに会えて嬉しかったよっていう。鉢巻きはしてないね。鉢巻きしてないし、泣き崩れてもないです。なんか普通にね、久しぶりに公園に見に来てくれましたね。ありがとうございました。
ね、めちゃめちゃいい席だったね。また会いに来てね。久しぶりの、ごめんね素直じゃなくて、夢の中なら逃げる、思考回路はショート寸前。泣きたくなるよな村井、電話もできない意味ない、だって順序をどうしよう、あとは万華鏡を、月の光に導かれ、何度も巡り合う、トゥルトゥルトゥル、星座の瞬き数え、占う恋の行方、同じ同じ国に生まれたの、同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス、ムーンライト伝説。今日これ聞いてた。タッタラタッタッタッタン、タンタン。今日ね、公演が終わった後反省会があったんだけど、それでなんかダンスの先生が、まあ、その反省会の中心でいろいろお話ししてくださるんですけど、なんか私をすごいのことをなんか隠れ体育会系って言われて、へーって思いました。以上です。最近ダンスの先生と全然バチバチになってないですね。ダンスの先生とバチバチになってたのは、まあ桃鉄ツアーの時とかが結構バチバチしてましたね。最近はね、うん、普通に話します。平和です、平和平和。そうそう、隠れ体育会系ってなんかよくわかんないけど、筋肉がない方ではないらしい多分。よくわかんないけど、スタジオの時もバチバチ、うん、そうだった。なんかね、だいたいスタジオの時は私が結構注意されるので、結構注意され続けたら、まあ、私もね、頭では分かってるんですよ。頭では分かってるけど、実際それをすぐできるかって言ったら、できることできないこと、なんかそのスキルの差があるから、やっぱりどうしてもさ、なんか私もちょっとね、ふんってなっちゃうんですよ。なっちゃってたんですよ。
ポンポポンってそうそうそう、だけど最近は平和です。そう。ごめんね素直じゃなく夢の中なら言える、テテレトゥ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 、ですね。平和条約が結ばれました。別になんかそんなね、あのガチガチに喧嘩して言い合いとかの喧嘩してるわけじゃない、喧嘩してるわけじゃないんですよ。なんか単純に私が ダンスの先生は、え、全然私より年上の方です。生意気ですよね、本当に本当に生意気だと思う、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。こんばんは。ちょちょろちょ、チャラチャチャチャラチャ、チャラチャチャチョロチョ、チャロロ、チャロロロ、チャロロロロ。小島指ですね。私のことは小島指されてます。右から。右から何かが来てる、僕はそれを左へ受け流す、右からやってきた、いきなりやってきた、不意にやってきた、右からやってきた、僕はそれを左へ受け流す。よく覚えてる。嘘。いや覚えてるもんじゃない、こんなこういうの。小学生の時に見てました。チャラチャチャチャラチャ、チャラチャチャチャラチャ、チャラチャチャララチャラララチャラララララ。古いよ古いよ、古くてごめん。
ね、乙女のポリシー歌いたい。テンテテンテンテレレンテンテンテテンテンテレレンテンタツタツタツタトゥン、トゥルルルどんなピンチの時も絶対諦めない、そうよそれが可憐な乙女のポリシー、いつか本当に出会う大事な人のために顔を上げて飛び込んでゆくの、ずんと痛い胸の奥で恋が目覚めるわ、はいはいはい、怖いものなんかないよね、ときめく方がいいよね、大きな夢があるよね、だからぴっとりりしくもっと大変なこといっぱい待ち受けてる、きっとそれは可憐華麗に羽ばたくチャンス、みんな本気の時がとっても綺麗だから、自信持ってクリアしてゆくの、今は眠る道のパワー、いつか溢れるわ、なりたいものになるよね、頑張る人がいいよね、涙もたまにあるよね、だけどぴっとりりしく違うよ、昭和生まれじゃないよ、ちなみに私プリキュア世代だからね怖いものなんかないよね、ときめく方がいいよね、大きな夢があるよね、だからぴっとりりしく、はい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 、だってプリキュアよ、プリキュアよ、プリキュアの初代よありがとう、みんな聞いてくれて。乙女のポリシーっていう曲でした。今日は公演が楽しかったのでアカペラカラオケ中ですイエーイ。おいでファンタジー好きさミステリー、君の若さ隠さないで、はいはいはい、不思議したくて冒険したくて、誰もみんなうずうずしてる、大人のふりして諦めちゃう、奇跡の謎など解けないよ、はいはいはい、もっとワイルドにもっとたくましく生きてごらん、ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ、本当の勇
き見せてくれたらロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ、ときめく胸に、ヒゲ剃りじゃないからキラキラ光った夢をあげるよ、タンタンタランタン。懐中電灯。私ね、バンされない自信があります。バンをされない自信があります。なんでかというと、私が歌っているところを見るのがショールームさんきっと好きなんですよでしょ、ショールームさん私が歌っているところが好きなんでしょ。だからバンしないんでしょ。反省しませんよバンされても禁止されてもダメだって言われても、テレ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 テ。タコイズのリング、ああ、並べたような海、ああ、恋人とやってきた初めての砂浜、ちょっと冒険した、水着が恥ずかしい、キャーッとことなくぎこちない真夏の過ごし方、空の太陽がハート焦がしてる、あなたは立ち上がり海の家、お待たせロマンティックイカ焼き、なんか腹減って食べたくなった、棒に刺さってる あなたの照れ隠し、はいはい、ああロマンティックイカ焼き、こんなものもキラキして見える、恋は催眠中、二人で食べればラブラブラ、ドゥルルドゥドゥルルドゥ、懐中電灯、ラブラブラ。ロマンティックイカ焼き、最近ずっとこの曲聴いてたなんか腹減って食べたくなった、棒に刺さってるあなたの照れ隠し、あー眠い眠い眠い、眠くなってきた。おやすみなさい。お風呂に入らないと。
歌声聞けて嬉しい。本当ですか？確かに私はアイドルだから歌とダンスですよね。アイドルの本業って歌とダンスですよね。全通楽しみにしてます。私も楽しみにしてる。こんばんは。こんばんは。神戸見に行くよ。え、なんかさ、神戸さ、あれなんでしょう、なんか倍率が高くてみんな外れてるんでしょう。足らないんでしょ。大変だね。あ、見て、すごい。髪の毛のピン止め取ったらこんなことなった。ゴージャス。神戸取れてないでしょ。大阪も外れてるの？そうなんだ。ひー。そっか。なんで？なんでそんなに外れるの？もっと当ててよ。もっと当ててよね。当ててよね。神戸少しキャパが小さい。あ、そうなん？大阪落選祭り。まあ確かに新神戸のさとこ行きやすいよね。あの会場が見てやばい。なんかすごい。ST の人気が出てきた。すごい。ももちゃんとあいこじ2人が喋ってて、ゆきりかがうなずくだけのあなたのトーク。ウケる。もっと喋らせてあげたらよかった。ゆきりか、なんかいろいろやっぱ喋っちゃう。ターコイズのリング、ああ並べてそ、並べての花海、ああ恋人と、はいどうも。なんていう漫才ってさ、漫才ってさ何から始まる。はいどうもね、今日もね、やっていきたいんですけどね、二人でね、はい。どうもね。まあ、ちょっとね、あの人見知りなんで、まあ、こういうキャラなんですけども、挨拶はしてほしいかなと思うんですけどもね、はい。
STU でさ漫才対決してみたい。 STU 漫才対決はい。挨拶、名前を言うのか。どうも、コンビ名が思いつかん。STU1 グランプリ、S1 グランプリをして、でそれでなんかあれしたい、あれ、豪華商品ゲット、出て出て出て、そう、メンバーのメンタル鍛え、S1 グランプリ、そう、商品が欲しいです。え、見たい？見たい人いますか？漫才見たい人いるの？見たくないでしょ、絶対。瀬戸ワングランプリ、嘘。あ、私こんな、いつもこんな髪型じゃないですよ。え、じゃあコントと漫才だったらどっちを見てみたいですか？確かにコントの方が簡単ですね。コントでさ、メンタルを鍛えよう作戦でさ、よくない？瀬戸ワングランプリ、コントのやつって何だったっけ？ザ漫才じゃなくて M1 じゃなくて、コントのやつのさ、賞レースなんだ、あ、さ、キングオブコントだ、そうそうそう、瀬戸内オブコント瀬戸内オブコントで優勝したグループには、楽曲提供です。はい、そうしましょう。そうですね、審査員は佐竹さん、いつもお世話になっている佐竹さんとベートーベンさんで、
ペア決めはくじね決めるっていう。面白そう。いつかできたらいいな。瀬戸内オブコント。今度言ってみるね。瀬戸内オブコントやってみませんかって。相方大事、確かに。ね、はい、ではそろそろ1時間経つのでランキング読んで終わりたいと思います。13位、ムケンさん、ありがとうございます。ムケンさん、ひなさんのファンなの、ありがとうございます。12位、ゆうさん、パイナップル誰？温泉マークの隣のパイナップル誰？11位、フミットさん、ありがとう。三角。10位、ウリンチャソー、ありがとう。9位、カタカナのタカさん、今日は見に来てくれてありがとう。2公演。8位、デサイズハートさん、ありがとうございます。お話し会楽しかった。7位、ブーンちゃん、ラッキーセブン、ありがとう。6位、クジマスさん、土日ありがとうございました。5位、ソリオさん、ありがとう。ありがソリオ。4位、ジャボテンさん。4位、サボテン、サボテンみたい、ジャボテン、ジャボテン、サボテン。3位、ヒゲメガネさん、ありがとうございました。2位、ガントチャートさん、ブイブイ、ありがとう。羽田空港に着いたとかなんとか言ってたね、お気をつけて。1位、ケイチさん、ありがとうございました。それでは皆さん、今日もご覧いただきありがとうございました。おやすみなさい。